ドレスメイキングはかつて存在した日本の雑誌である東京都新宿区の出版社鎌倉書房が編集出版した1949年4月創刊1993年5月休刊長谷川栄太郎が1941年に創立した株式会社鎌倉書房が第二次世界大戦終結後の1949年4月に創刊した 婦人雑誌である。長谷川は、前年の1948年7月31日、ドレスメーカー女学院で知られる、杉野義子の寄付により発足した、財団法人、杉野学園の理事に就任している。同年5月1日付発行の第1号は、4月5月号、とされ、当初は、各月間であった。1953年3月に発売された第25号を、 もって、各月間の時代は、終了、5月発売の第26号から、月間化する。監修を務めた、杉野義子は、表紙のスタイルの解説を行った。当時の書き手、作家には、和服について書いた、三田村玉樹らがいた。1960年1月、新春号として、月間誌、別冊ドレスメイキングを創刊する。同志は、 1981年7月に発行された通勘103号をもって最終号とし、別冊マダムと合併して、ドレスメイキングマダムのスタイルブックとなり、各月刊となる。1964年には田辺定之介を監修に迎えて、杉野義子が関東に推薦の言葉を書き、同志編集部が編集した語学書、復職フランス語を発行している。 1976年、期間、ドレスメイキングのジュニアスタイルを創刊する。同志は、1980年4月に発行された、通貫18号をもって、期間の最終号とし、同年6月に発行された、通貫19号から各月間となり、ジュニアスタイルと氏名を改め、1984年6月に発行された、通勘42号をもって、 各月間の最終号とし、同年8月に発行された、通勘43号から各月間となり、1985年12月に発行された、通勘59号をもって、同氏名の最終号とし、翌1986年1月に発行された、通勘60号をもって、ジュニーと氏名を変更した。1993年5月1日付で、 発行された第565号を最終号として休館した。2年後の1995年1月23日、長谷川栄太郎が八83歳で死去、鎌倉処房は解散となった。ジュニーは営業権を不走者が引き継ぎ、同年4月に新たに第1巻第1号が発行された。ありがとうございます。